島田陽子です。日本代表ナンバー10香川真司、この4年間苦しんだ男の復活を支えたもの、その一つがフィットネス。そこで今回のスペシャルゲストはカリスマフィットネストレーナーのあやさん。鍛え抜かれたボディと熱い指導が人気のスーパーレディ、日本代表の10番とフィットネスの女王。果たしてどんな話が飛び出すのか。午後10時ごろ、パトカーに一風変わった無線が入る。コンビニ店内に入ってきたイノシシが追い出しても出ていかないという。この日の最低気温はおよそ2度。イノシシは寒さをしのごうとしてコンビニに入ってきたのだろうか。プルルン、グミ。小腹が空いたら芋虫グミ。栄養たっぷり白菜バタータ。てやんでいい、食べてみろってんだよ。芋虫グミ新発売。プルルン、グミ。2001年のスリランカ内戦取材中に左目を失明。 PTSD 心的外傷後ストレス障害に苦しみながらも、黒の眼帯をトレードマークに世間の関心を紛争地帯に向けようと努めた生きる伝説。が実はライオンの王の弟様はお体が貧弱なため卑屈に育ち、常に子分のハイエナ様たちとよからぬことをお企みでいらっしゃいました。そう、王座の乗っ取り。そこでシリア西部にある都市ホムスで22日、アメリカ人記者のメリー・コルビン氏とフランス人カメラマンのレミ・オシュリク氏が砲撃に巻き込まれて死亡しました。二人はホムスの反体制派拠点バブアムロ地区にあるメディアセンターとして利用されていた施設に滞在していて、目撃者によると政府軍が同施設を砲撃し、避難しようとした際にロケット弾を受けたといいます。コルビン氏はイギリスを代表する日曜紙サンデータイムズに勤務、中東やアジアなどで戦場ジャーナリストとして活躍していました。心配ないさ、この世のことは悩み蹴飛ばす。